に踊る音符はなんと大阪の曲です。どうして大阪の曲をやるかと申しますと、本日の主催者であるあるいは下学でその大阪曲を行われている大阪の曲をタイトルに踊られるということです。これは今日もやりましょうということで、東京でなかなか大阪ラプソディを踊ることはないかと思いますので、ぜひぜひ今日も思いっきり楽しんでいってください。それでは行きましょう、大阪ラプソディ。さて続きましては日本を出て海外へ。